おおおおわ。これ手掘り？で、なんだの洞窟は右手でございます。これ？おい、なんだよこれ。空気が変わりましたね。一気に違った。迷った。僕らも同じです。敵じゃない。ここは、はい、素晴らしいとこだ。参りましたということで、千葉といえばそうです、千葉成田空港ということは、はい、もう音が聞こえます、音聞こえますか皆さん、これだ、すげえ、まさに、いやもう測ったように測ったように持ってるね、俺たち。いいやつな。成田空港の近くにあります、はいはい、航空科学博物館、はい、もう日本の航空の全てが詰めてます、ところに、はい、取材を申し込みました、はいはい、もう至れり尽くせりやっていただくことになっております、はい、ディスれません全くもってディスれません、ここね、はい、昔ね、僕ね、飛行機の子供用のビデオ作ったんですよ、はいはいはい、でその時も快く、はい、どうぞどうぞって、はい、ってやってくれて、はい、すごく面白いんですよ、はい、で飛行機とかに興味なくても、はい、ここ、はい、結構面白い、あ、そうなんですね、うん、すごいテンション上がるの、はい、なんか知んなきゃテンション上がる、一応伺ったメニューで言いますと、はい、なんかジャンボジェットの中を、はい、見学ツアーみたいなのが、はいはいはい、まずそれが一つ、二つ目が、フライトシミュレーター、はい、ね、パイロットになってみたりだとか、後ろの座席でお客さんになってみたりだとか、はいはい、で、まあ、実際に飛んで、離陸して着陸までのシミュレーターができるんです、はいはい、で、あともう一つ目玉、これが多分目玉だと思うんですけど、はいはい、その操縦席を、フライトシミュレーターはオートパイロットなんですけど、はいはい、実際に操縦してみる、わが輩操縦体験、ぜひともやりたい、あなた、もうあなたがやる、ここはね、ぜひともやりたい、はい、バカですよでも飛行機近くに見るとテンション上がるよね、上がりますな、僕ね、生まれた時に、はい、まあ、物心ついて3歳、4歳ぐらいまで、はいはい、親父殿がですね、バグダッド行ってたんですよ、あ、そうですね、うん、で、あの戦争中のバグダッドでビル建ててたんですよ、はいはい、で、すごいですね、で、お父さんはって言ったら、うん、うちのおかんが飛行機指さして、うん、あそこよって言うんで、うん、飛行機が通るたんびに僕はお父さんってやってたんですよ、それはお母さん間違ってるで、親父日本に帰ってきたのに、うん、親父日本に帰ってきたのに親父が横にいるのに飛行機が通ったらお父さんってやってた、あ、お父さんも複雑ですね、すごい複雑な心境だった一番可愛い時期はバグダッドですから、なるほど、はい、僕ね、飛行機苦手なんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、え、なんでですか、スーってなるじゃない、エアポケット、ね、はいはいはい、もうあれが怖くて怖くて、なるほどなるほど、ほんでね、うん、ロスからね、はい、ラスベガスに、はい、仕事で行くことになって、はい、乗ったらもう小型機なんですよ、はいはいはい、もうガッコンガッコン来る、はい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 、もうヒャーヒャーわーとかね、もうはい、隣男性なのに、はい、もう思考なんですよ、はい、後ろのこんな太った黒人のおばちゃんが、はい、
Are you okay? 大丈夫 Are you okay? No! お父さんあれ Are you okay? No! No! って言ったら向こうからキャビンがあったのさ、シエさん、シエアデスさんですよ、二人二人来て、うん、ずっと俺の手を握っててくれた。あら、まあ、優しい。優しい。あら、優しいし。そっからですね、僕は白人と付き合いたいと。なるほど、なるほど。白人の憧れが。そこから飛行機苦手なんですけど、はい、まあ、まあ、とにかく、はい、今日はもう、そうでございますな。告白のことあるからね。遊ばせていただきたいなと。はい。はい、まあ、まずはこっちですよ。はいはいはい。実物の飛行機。なるほど、ね。いろいろあるんですね。これをね、はい、見、すごいですよ。本物ですからね。はあ。こういうのをね、ご自由にどうぞということで。はあ。いやもうこれだけで僕、はい、いいですよ。ねえ、これだけでも結構なもんですよ。たくさん並んでますな。うん、こちらは？これはですね、今隠してますけど、これ実は宇宙行くんでね。あ、そうですね。ガメラスにバレちゃいけない。なるほど。なるほど、なるほど。コスモタイガーみたいな感じ。あ、これ僕の自家用機です、ね。あ、そうなんですね。でもこれで、500キロ。ほう。出るそうです。うん、そうですか、うん。なるほど。え、500キロっていうと、うん、こっからだとどれぐらい？大阪までですね、はい、1時間かかんないですね。なるほどね。マジっす。40分ぐらいですけど。うん。うん。なるほど。はあ。はあ。富士重工ほ FA300 当時昭和50年当時、はい、お値段、5200万です。絶対10億ぐらい言いそうだったからもうバラしました。なるほどね。さすがですな。200万。あ、これ全日空のね、あれですね。入れる。あ、なんか入れる。入れそうですね。あ、これ入っていいんだ。いいんじゃないですかね。 YS11 ほう、有名ですよ、この飛行機は。なるほどね。見たことあります。ああ、まあ、なんでー。あ、じゃあやっぱり来日。あ、そうそう、来日、ね、来日ですね。ちょっと、さあ、これからなんと日本からやってまいりました。ここ日本ですけども、来日しました。カンタ・タガワ登場いたします。カウンター、カウンター、手振って手振って、カウンター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 、カウあ、これはあれですか、パイプでございます。なるほどね。お前らを支配してやる、この野郎。そのため、そのために来日して。でも確かね、はい、YS ってね、貨物じゃなかった？あ、違うかな。いや、でも、いや、でもこれ旅客機だね。旅客機ですよね。入っていいみたいですよ。はい、ちょっと入ってみましょうか。中をね。お邪魔しまーす。コックピット。あ、ちゃんとあるんですね。あ、本当だ。すげえ。さすがにここは入れないですね。そうですね。うん、はあ、こんな、こんなんなんだ。すごいです。コックピット。あ、これは。この中はね。おお。やべえ。中高コン、航空コントやりてえ。今できるじゃないですか、これ。もうちょっとね、ちょっと難しいですね。ちょっとね。まあ今来日しましたからね。来日しましたからね。なるほど。あ、後ろはちょっと。あ、どうしました？どうされました？どうしたんですか？どうされました？なんすか、なんすか、なんすか、なんすか。俺って、はい、ヘリコプター好きじゃないですか。はいはい。もう飛んでたらヘリコプター見ちゃう。そうですね。はい、それの理由っていうのは、はい、あの戦国自衛隊っていう映画で出てきた、はい、あのシコルスキー。はい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 。まあ実際自衛隊であのシコルスキーは使ってないんですけども。うん、はい、そのシコルスキー見て、うん、僕はヘリコプターが好きになったんですよ。なるほどね、本物です。これまさしく戦国自衛隊で使ったやつ。ああ、
本当だ。すごい。ちょっと今ね。シコルスキーですよ。他の方が合ってると思いますよ。シコルスキー。ほほほほ。あ、ほらほら、シコルスキー。ほほほ。ほう。これだ。どうもどうも。どうもどうも。怪しいやつだよ、これは。こんにちは。シコルスキー。あ、いい子だね。飛行機好き。そうか。ほら、シコルスキー、62ヘリ、ね、昭和33年、うん、はい、そんな古かったんだ。三菱重工なんだ。なるほど。ね、これで武田騎馬軍と戦った。そうですね、はい、あの真田広之に、はい、落とされちゃったんですか。はい。ね、いやー、これ中入れんの。お、入れるじゃん。おいいじゃないですか。うわー、すごいね、これもう憧れの、監督憧れの、憧れのヘリコプターですから。そうですよ。ちょっと操縦席座ってみてくださいよ。お、あ、座れる。おお、すごい。シコルスキーだ。おお、映画と一緒。いいですね、うん、あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。そう、ここに、ここに並べて、並べて、こうやって落としてたんですよ。あとあれですよね。たたたたたた。え？ちょっとちょっと。なんですか、なんですか。で、ここにこう捕まりながらこうですよ。え？こうですよ。シバちゃんが、シバちゃんがここから落ちてったんですよ。ねえ。そうですよ。で、やっぱりシバちゃんよりね、あの隊員の人がね、ここでこう、はい、パン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 って撃ってたんですよ。はい、ねえ、はい、ほらあの仮面ライダー X の早見さんが、早見さんが、あの、ね、後ろにここのあれ、真田広之が止まってるから走って教えようと思ったんですよ。でも間に合わなくて、あの伝わんなくてやられちゃうんですよ。ほんでうわーって言って手榴弾投げて、また準備ここでしてたら、ここから真田広之が入ってくる。ここからバーンってね。ここかな。あ、なんかそうですね。そうだよね。ほんでここのベンチで殺されるんです。そうそうそう。はい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 。ほんでこうやっておいおいって言ってたら、真田広之がこう来て、ここでガスッガスッ、ほんでここから落ちていくんですよ。なるほど。おしっこ好きです。ちょっと座ってくださいよ。ちょっと憧れのね。どう、うわー、これすごいぞ。はい、行きますよ。シコルスキー、いいんじゃないですか。はあ、どうですか。これで操縦するんですよ。そうですね、うん。じゃああの映画すごいですね。すごいですね。あのパイロットさんは本当に、はい、あの役者さんじゃないんですよ。あ、本間もんの。本間もんとあのヘリコプターの操縦席で、はい、あ、操縦っていうか、はい、パイロットで、はい、あの日本で一番操縦がうまいって言われてる人をブッキングしたの。そうなんです。だからあのお城の横をつけるってあんなできないんですよ。なるほどなるほど。で、あの人しかできないからっていうんでブッキングしたの。なるほどですね。だからあんな近くまでやるのもあれだし、馬がいっぱいいる中こうやるのも、はい、あの人しかできなかったんです。なるほど。これで操縦するんだもん。そうですね。すごいな、ね、結構なあれだと思います。反動だと思いますよ。なんかでもね、そうだな、これ持つとなんかミサイル撃ちたくなってくる。なあ、まあ確かにね。ミサイルなんかないですけどね。うわー、いいなー。すごいなー。これこれだけでもいいわ、帰っていい。いや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 、もう満足。なるほど。素晴らしい。すごいですね。ん、このシコルスキーに戦いたい武田騎馬軍と。やっぱりそこなんですね。やっぱりもう僕らからすると、はい、そこを見ちゃいますよね。はははは。そこ、そこ、真田広之が、真田広之がこのそこに張り付いてるわけですよ。張り付いてたんですよ。ちょっと店長あそこで張り付きなさいよ。わかりました、わかりました。これどこに張り付けるあれがあったんだろうか。まあこれはまた違いますか、ね、貼り付けるんですかね。なんかしがみついてるふりしなさいよ。そうそうそう。あー、なんかひろゆきだ。なんかなんか、うん、カメムシみたいな感じ。すごいな、真田ひろゆきも。すごいですね。真田ひろゆきも本当に、うん、あれアクションしたんだもんね。そうですね。こっから、うん、しがみついてね。すごいなあれね、はい、あの後日なんですけど、はい、あの飛び降りるって知らなかったらしいんですよ。あ、そうなんですか。その場で言われたんですか。当日現場来て、うん、千葉ちゃんにひろゆき、はい、飛べって言われて、えーって言ったのがあのシーンなんですよ。まあ、ジャックの
ね、大ボスですからね。ほんで最後どうするんですかって、うん、飛び降りるって書いてあるんですけど、はい、って言った時に、はいはいはい、これだって言ったら、あの旗をこうやってるだけって、うん、そう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 、はい、マジかよって思ったらしいですよ。あれ別に旗の下にマットがあるとかじゃなくて、ない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 、もう本当にあれだけだ、マジかよって言って、真田広樹さんだからすごいんですよ。すごいですね。すごい人ですよ。あれは、うん、すごいわ。あの戦国時代のあの、うん、千葉ちゃん吊るして撃つって、はいはい、あれもかなり危ないらしいですよ、うん、やっちゃいけないらしいですよ、あんなこと。そうですね。見て見て、ほら、このアングルだよ、このアングルられちゃった。逃げた逃げた。あのですね、はいはい、ちょっと落ち着こ う, そうです、ね、俺今すごいこと今コメントした。なんか旅行に行きてえなーって言って、はい、ガチトラベルじゃん。トラベってんじゃん、今来てるじゃん。そうですね、ちょっと落ち着こう、はい、いいかもね。ヤギさん、ヤギさん、ヤギさん、遊んであげてください。遊んで、遊んであげてください。うん、乗ってもいいです。どうぞ。どうぞ乗ってください。違うだろう、お前たち。天狗のもんだからこれ。東京消防庁。東京消防庁ね。おー、いいですな。そうですね。こんな近くに見えるんだ。なかなかないですよ、こんな間近にね、飛行機だのヘリコプターだ。これはお、ちょっと変わったヘリですな。すごいですね。水上も行ける感じっぽい感じ。あー、なるほどね。かな。でもどうなんだろう。こんな狭いんだ。はい、うわ、うん、これですね。すごいな。これセスナですね、大高号。セスナ、はい、セスナ411、はい、昭和43年当時、はいはい、おいくらでしょうか、一機。さっき5200万でした、ね、50年でね。そうですね、うん、だから1000万。なるほど、なるほど。3200万。なるほど。じゃじゃん。じゃん。7000万。はあ。すげえな。そりゃ金持ちの道楽ですよ、ほんとセスナなんて。すごいね。ただやっぱり、うん、中日新聞社が持ってた。はははは。多分これね、当時今でいう、はい、かける10倍だと思うんですよ。はい、7億円ぐらいだと思う。うわ。でこれはあのどちらかというと取材、はい、あ、なるほどね、はい、なんか事件があったりとか、あのね、うん、災害とかあった時にこれでバッと現地に行ったんじゃないですか。なるほどね、なるほど、なるほど、うん、ね、ですね。人に歴史あり、飛行機にも歴史、歴史あり。ムーニー、ムーニー M20。 ムーニーって言っても紙おむつじゃない、はい、ですよ、うんうん、あれでもこれ2004年まで飛んでたの。あ、そうなんですね。へー、軽飛行機。でー、おー、これはすごい。この間近で見えるのはね、なかなかないですね。綺麗ですけどね。綺麗。だんだん、だんだん飽きてきた。まあ、そんなテンション上がらなくなってきた。そろそろそんな頃かなと思って。あ、そうだよね。いちいち上がってた成田空港なんかに勤める、ね、そうそうそうね、勤めてる人なんてずっと死ぬよ、多分。はいはいっていうか、ね、上がりなるほどね。すごいね、これ。これ、プライベートジェットじゃない。ギアジェット、ほら、ビジネスジェット機っていう。ほうほうほう。 25B、アメリカ企業が所有機として使用していたの。はい、うん、なるほど。で、ここに来るために、はい、これがアメリカの飛行機だ、はい、ここに来るために飛んで、はい、ラストフライトだったんですね。なるほど、なるほどね。お疲れ様です。これはよく見る、よく見る形ですね、セスナ。セスナって言ったらこの形です、うん、ああ、よく見えますね、うん、ビーチボナンズ。なるほど。
練習用です。ほう、もうやめときましょう。もう無理じゃないですか。持ってたんだね。面白かった ね。あれは何ですか。あれだ、セスナに乗れる感じですかね。あ、これエンジンかけれるの。え、マジか。あ、でも、うん、この時期はないらしい。そうなんだ。なセスナ、ちなみにスカイホーク。セスナ。いやー、これ爽快。壮観ですよ、これ。これですよ、この並びというかね。ほら、タカタカタ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 タタガン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 って言って、好きなの乗りなさい、うん、で、合体してね、合体して爆発しなさいよ。乗りたい乗りたいですね。あの、気楽にこれが庭にあったら困りますね。確かにね。ほんで、もう現役バリバリだったら、はい、うん、ちょっとコンビニ行く、乗ってく。ちょっとコンビニまで、ちょっとカップラーメン買いに行く。行く、じゃあ行こう。行こう。ないでしょ。シュシュと言って、あんなんだ。なるほどね。どこに着陸するのか。コンビニ行くっつって、どこのコンビニ行くの。ローソンの。ローソンの駐車場に。絶対近隣どっか突っ込んでます。ローソン前に離陸しよう。よろしく。よっしゃ、捕まっててね。はい、おでん何するって言って。あ、ちょ、買ってきて、こう見てるからさ。あ、取られちゃうから。お願いします。あ、卵忘れないでね。どういうこと。おでんを買い。我が輩たちのね。うん、なるほどね。たまに小型機じゃないとね、なかなかあれでしょ。あ、そう、着陸できないでしょ。じゃあ、あれで行く。あれで練習よ。練習用で。練習用ね。時速500キロ走ると思うけど。気をつけないと、あの、ね、よくあるじゃないですか。あの、車がコンビニに突っ込みましたみたいな、はい、あんな状態で飛行機を突っ込みましたみたいな。というよりも、あの、うちの家からローソンまで、うんうん、あの、滑走してるだけでついちゃうと。多分ね、そうです、ね、飛ぶ前に、ええ、ええ、そうでしょうね。ねえ、なるほど、1台欲しいな。もうこれだったらもう東京でも行けますよ、渋滞がないから、うん、あ、そうですね、うん、でも止めるの大変で、タイムズ止まらないでしょうね、あれ。まあ、無理でしょうね。びっくりですね、多分、うん、あの、降りてきたらね、うん、そうですね、シコルスキー欲しいな。俺、金持ちになったらあれ買おうかな。なるほど。展示用だけに。いいですね。で、迷彩をさ、自衛隊用にして、はい、はいはいはい、はい、あれ欲しいね、いくらぐらいで売ってくれるだろう。で、いくらぐらいですかね。かなりのお値段にはなると思います。絶対うちの嫁怒るだろうね。それは、言い切れますね。怒りますね。本当に。さあ、ここからは中に。中に入って。そうだ、入っていきたい。楽しみ。我が輩ね、もうシミュレーションを見せるから。そうだな、うん、まずは、いや、そのジャンボジェット機の中をね、うん、ツアーで見ていきたいと思います。で、ついに操縦までやさせて、うん、そうですね。楽しみでございますな。よろしく。こう行きたい。はい、あれ？そこ？そこから。交互期待。次お会いするのは中でございます。はい。はい。ジャンボ機の中ね。これはあの一人500円で。そうですね。ね、はい。でもちゃんとガイドさんが見る。そうですね。はあ、これがジャンボ機の頭の部分ですね、これね。ボーイング747。はい。おお、素晴らしいです。
ほう、あ、実際乗ってみるとあれだけど、うん、こうなると結構広いんだね。そうですね。そうですな。結構広いんだね。そう、中が。これを一回中見させてもらえるツアーということですね。はい、そうですね。なるほど。なるほど。この壁の外側はこうなってる。はいはい。これはあの右側の方からご覧いただきますか。あ、そうですね。通常の状態です。はい。はい、でどん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 こう、まあ、皮を履いていくっていうのは変ですけれども、構造が分かるように、内側からこうパネル類を外していって、まあ、最終的にこの緑色の板の部分が、外の外板ですよね、はい。外から見えるところと同じものになります。はい、なるほど。ほう。これが、うん、ありがとうございます。で私ちょっとインストラクターじゃないもんで、ちゃんと普段はインストラクターが説明していただけると全部ついて、はいはい、説明していただけるツアーなので、いわゆる元パイロットの方です。ああ、なるほど。はい、専門のね、あの整備の方とかですね、はい、もっと構造的に詳しい方に、なるほど、対応させていただいて、はい、分かりました、はい、これはおすすめで、あとですね、はい、ここご覧いただきますとワイヤー類がたくさん通ってるんですよね、ありますか、後ろに、はい、ワイヤーね、はい、参考ワイヤーが入ってるんですが、はい、ここのちょうど真上がですね、はい、操縦室になっております。お、747型機ジャンボ機は2階の部分が操縦室、はい、コックピートになってますので、はい、こんな風に見えてるんですね。ほうほうほう、はい、で今の新しい飛行機はこうフライバイワイヤーって電子、はい、ね、いわゆる電気で、はい、動かして作動させているんですが、この時代はこのワイヤーなんですね。あ、じゃあその操縦席で操作しているのが全部ワイヤーでつながっている。はははは。なるほど。はい。でまあこのジャンボ機ですと約全長が70メートルほどあるんですけども、そこまでこういろいろな部分がね、はあ、一本でつながっているところです。これこのワイヤー一つ一つがね、そういうことなんですね。経由しながらつながっている。はあ。これで動かしてる。そうだから 人間でいう神経みたいな。なるほど、そうですね、いい表現ですね。ね、あとはあまり見たくないものなんですが、はい、皆さん飛行機に乗っていただくと頭の上に、はい、はい、あ、こういう装置がね、はいはい、こういうような形で、ついてるんですが、はい、まあ緊急事態発生した時はですね、うん、この部分がパカッと開いて、はい、こうマスク類が降りてくるんですが、はい、まあ、それ全体のユニット中身をご覧いただけるように、はい、ここ、なるほど、こうなっている。日本なんでこれバンと押すのが、うん、何件もないですもんね。そうですね、すごい優秀ですもんね、うん、おー、分かりました、はい、なるほど。あと最近は機内で電子機器使えるようになってね、あのカメラとか使えるようになってきましたけども、はいはい、座席のすぐ脇パネルの下側にはたくさんこういう電線ケーブルが通ってるんですね。こういったところに電波が乗ってしまったりすると、なるほど、なるほど、作動を制作してしまったり、それでダメだったんですか。そうなんですね、あると思うんですよね。なるほど、ね、今はもうね、うん、ネットバッグ使いますから、ね、そうですね、あ、はぁ、あとはこのドアの仕組みもこう、はい、分かるようになってまして、はい、飛行機に乗るとよくあの出発前に客室乗務員さんがドアモードを、はい、オートモードにっていうようなこうアナウンスをしていると思うんですが、してますね、そのオートモードセットすると扉を開けるともうすぐスライドシューターっていう緊急脱出の時にこう滑り台ありますよね、 はい、あれが自動的にも作動するよっていうセットをしてるんですね。なるほど。だからそういった操作を間違ってしまうと、もうドア開けるとギャーッと飛び出してしまう。なるほど、ちょっとドジコはダメだね。そうですね。今これドアも開け閉めできるんですが、はい、これはツアーではハンドルやります。おお、おお、一旦内側に入り込んで、なおかつドア大きいんですね、はい、上下がこう内側に入り込んでいますね。はい、おお、なるほど、はい、おお、はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ飛行機乗り降りするときは通常ね、はい、地上職員の方がこう行っておりますけども、はい、はい、一回やってみたかったんですね、白いハンドルを手にして、こちらに入って、ポイント。これなかなかないですよ。なかなかできないでしょ。飛行機のドアを開け閉めするってなかなか体験できないですよ。はい、なるほど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 。ちゃんとロックされてる感じね。おお、いいですね。ちょっと体験でございますな。じゃあ今度は。これいろんな体験できるで、ね、これもあの参加していただいたお客さんの体験です、はい、なるほど、はい、で実際ね、通常の状態ですと、はい、
このような。あ、なるほどね。あ、これは空調上です。はいはい、そうですね。この部分にスライドシートが入っているので、この中に。なるほど。これはモードをセットして、はい、マニュアルと。マニュアルからコードと。なるほど、なるほど。はい、なるほど。これは、もうここ6メーターじゃ効かない高さなんですけども、はい、これからまあスペリーで。まあ、結構高くなりますね。あれどこにあの収納されてるのかずっと疑問だったここだったここなんですね。なるほど、なるほど。あれどっかから出してピャッとやるのか、ねね、ここなんですね。あともう一つ面白いのが、まあ、飛行機に乗った時に一般のお客さんは座れないところ、はいはい、客室乗務員さんが座ってるジャンプシート、ね、おー、はい、これです。普通のお客さんはこうお腹のところにこう締める、はい、ということだけなんですが、はい、客室乗務員さんのお客さんですね、背中とあと中のところ、なるほどなるほど、というような感じで座って、なるほど、はい、でどうしてジャンプシートかっていうと立ち上がると、ああ、なるほどなるほど、ジャンプシートなるほどなるほど、すぐ対応できるということですね。これもここに座っていただいて、記念写真を撮っていただいて、はい、なるほどなるほどね。ここはどっちかというとこっちに座ってもあの笑わせるっていうのが、なるほどなるほど、結構笑わず笑わないんですよ。まあこの部屋の中ではまあ。はい、客室の構造をですね、はい、していただくっていう、ご紹介します。なるほど、ちょっとドアに、はい、はい、正解ですね。これはすごく感動しました。あとやっぱり特徴的なのが、はい、このジャンボ機のコックピットの方になります、はい、この螺旋階段を上がっていくんですね、はい、どうぞ、よろしいですか、どうぞ、はい、失礼します、失礼いたします。お足元滑らないんで、はい、お気をつけください。これをね、憧れるわ、そうですね、これを上がっていく、うわぁ、はぁ、どうですか。いや、素晴らしいですよ。ちょっと我が輩ね、はい、あのコックピットに座れなかったから、そうだね、ずっとね、ちょっとよろしいでしょうか、はい、どうぞどうぞ。左側の座席が機長さんの席です、はい、キャプテンのシートになります。で、右側が副操縦士の座席になります、はいはい、で、ここですね、はい、コックピットの、まあ、各計器類の、はい、解説とかですね、はい、いろいろさせていただきます。全部皆さん覚えてるんですか、ですね、パイロットのこの1個のボタン全部、はい、すごいな。監督もどうですか、副操縦席に座ってみて、はい、じゃあ副操縦席の方もぜひ、はいはい、あ、ここは副操縦士席なんですね。そうですね、はい、右が副操縦士、はい、で、この747の、はい、200っていうタイプはですね、はい、もう一人乗務員がおりまして、はい、この後ろについてる席、はい、ここがフライトエンジニアと言います、はい、機関士さん、機関士、まあ、主に、エンジンとか燃料系統ですね、はい、ここでチェックしてる方がもう一人座る、はい、これ3席体制、3名体制で、こうそう、この絵面はすごい見たことありますね。いつもの番組の絵面です、これ。でもここは、はい、あの副操縦士。操縦士ですね。なるほど、なるほど。あれ、じゃあ、テレビのドラマ間違えてるぞ。うん、だいたい右が、ね、こっち貴重にドラマ見たことあるぞ、ね、うん。あれ間違いなんだな。それは間違い、うん。あ、そうですね、はい。いや、これ見る限りでは完全にコックピットだね。そうですね。そうですね。はぁ、だからこの狭い、ね、この操縦室の中で、うん、まあ、13時間、はい、4時間とかです、はい、そうですよね、なかなかちゃいけない、すごいですね、はい、昔はその自動操縦もないんですよね、ずっと持ってた、いや、これもあのオートパイロットはついてる、あ、ついてるんだ、はい、なるほど、これをこうやってつまるね、ここに乗り込むと案外こう中の景気に圧倒されて中注目したんですが、外の景色ご覧いただきたいんですが、うん、かなり高い位置ですよね、はい、本当ですね、日頃あの自動車運転されると思いますけれども、うん、これもうビルの上ですね、もうそうですね、これ実物の高さなんですか、そう、実物の高さ、高すぎだろこれ、高すぎですよ、ちょうど2階の屋根の上ぐらいの高さになりますよね。いやー、俺あの飛行機の概念が全部、うん、ね、憧れに変わります。そうですね。そうですね。すごいな。もうここら辺はね、はい、よくあのこうやってあるじゃないですか。こうやってパチンパチンとか上でね、そう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 、やってますよね。あれ憧れですよ。でもあれ絶対ドラマ嘘ですよね。そんなとこいじらないよ。すごいやってますよね。パチ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 。絶対飛び上がってしまえばあのオートパイロットをセットしますと。そうですよ、ね、ここにですね。はい、コード。オートパイロット。うん、はい、ね、オートパイロット、あ、はい、はい、ここにありますよ、
エンゲージってあります、はいはい、ヘディングあのコースですとか、はいはい、コードとか、まあ、全てこういうレパートリーあの、うん、くるくるっとこう回してですね、ちょっといいですか、はい、あ、これデジタルじゃないんだ、はい、それがまず方角になりますね、方向ですね、方向、はい、ほうほうほう、まさにヘディングっていうふうに書いてあると思うんですが、はい、それを合わせるって、うん、オートパイロットのボタンを押していただくと、うん、その方向に飛びます、なるほど、ということはアメリカならアメリカっていうのを、アメリカではなくてまずは最初にこう飛んでいくポイントですね。ポイントはポイントに景気を合わせて、うん、点と線の点の部分を合わせてあげて、うん、その方向に。なるほど。すごいデジタルなことやってるんだけど、ここがアナログっていうのが面白いね。そうですね。これで合うんだからすごいよな。ほお。これ見に来た方がいいですよ。そうですね。ぜひぜひ。良い経験になりますな。うんうん、あと景気類、まあこれアナログ式ですけれども、はい、基本的なね、はい、景気が、はい、コックピットの皆さん座っていただいた前面について、はい、前面ね、こちらですね、高度計ですとか速度計、うん、エンジンの回転計、うん、それから昇降計、はい、こういったものが、なるほど、ついてますね。最近は以前グラスコックピットなんてありましたけど、はいはい、まあパソコンのモニターが、うん、あー正面についてるよっていうようなスタイル、ほほほ、なるほど、必要な情報だけ引き出すよっていうようなスタイルに変わってきてますね、はい、こっちの方がなんかやっぱかっこいいですね、うんうん、で真ん中についてる景気はエンジンを監視するための景気になってます、はい、縦にこう1234とこう4列並んでると思いますが、はい、左側の翼、左側の一番外側のエンジンから1番、うん、2番、3番、4番っていうんですね、縦に行くから縦なんだ、はい、なんか絶対横で見ちゃうな、うん、そうですな、はぁ、フラップ、あと特徴的なのは、今握っていただいているのがフラップ、うん、はい、はい、横からご覧いただくと羽の断面の形してるのが分かります形状、その今触ってる、はいはいはい、ははは、はい、視覚的にもですね、操作を間違えないようにそのような形をしてるんですね、なるほど、なるほど、そうなんだ、それであとランディングギア、着陸する時のタイヤを出す時のレバー、はい、これですね、はい、はいはい、それもよくご覧いただくと、あ、本当だ、タイヤだ、本当だ、これも視覚的に操作と間違えないように視覚的にこう訴える、なるほど、ね、でもパイロットの人なんて超エリートだから間違えるわけないと思うんだけども、ここまで徹底する、まあ、万が一のことがねあってはいけないですから、だって俺らなんかよりずっとできいいと思うよ社会に貢献する人たちだよ、だからあれですよ、だから操作も上げたら上がる、下ろしたら下ろす、うん、そこまであれですよ、徹底してる、ね、はあ、なるほどね、俺次生まれ変わったら絶対パイロットになる、ちょっと格好つけてください、うん、いただきますよ、でもこれこう副操縦士、副操縦士です、あ、そうか、うん、いきますよ、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあ機関士さん、はい、座ってるところ合わせて3名で撮ってみましょう、いいんですか、いいんですか、はいはい、あ、じゃあ監督どうもこっち来た方がいいですか、いやいやいや、機関士さん、いや、なんか本当に全日空の社員になる日本国の方がいいですか、日本国で、はい、しましょう、あ、いいですか、お願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、すみません、で、ちょっと監督のこっちに座りますか、いやいや、座ら、どうすればよろしいですか、じゃあ座っていただいて、両方座っていただいて、はい、はいはい、じゃあ、我が輩こっち、はい、いや、これはこれはいいですね、なんかのジャケシャとかに使って、あ、いいですね、ちょっと狭いですけど、はい、体は一回前を、はい、前を向いていただいて、前を向いていただいて、で、振り向く感じですね、あ、いいですね、それぞれの手はね、片側の手は、うん、操縦桿添えていただいて、左手添えていただいて、で、この辺シートのこの辺、こういう感じで、なるほど、そういうことです、あー、わかりました、そういうことです、ありがとうございます、はい、はい、それでね、映像を撮るときでここから入れるとまたかっこいいんですね、あー、わかりました、わかってますからね、いかにもコックピットだよっていうね、ちょっと暗くなってしまうので手前のところにピン合わせます、ありがとうございます、はい、撮ります、はい、はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次にはもうたまらないですな、これ。ほら見てください。いいですな。もういつ俺ら全日空に入社したんだろう。日本航空かこれ、ね。ボーイングは。ボーイングはそうですね。これはね、はい、いいですな。ロースウェスト航空です。あ、これはロースウェストなんですか。シンガポール航空とかね。はい、あ、一番最後リタイアするときは、はい、ノースウェスト航空です。なるほどなるほど。今ね、これ私立ってるところ、はい、実はここ壁がありまして、はい、この部分出入りするところなんですね、これが出入りですね、はい、例の911以降、テロ以降ですね、
まあ、危険があってはならないということで、うん、ここに壁がつきまして、なおかつ、ここに暗証番号がつくのついたんですね。あ、それは 9.11 以降。そうですね。それまでは結構ね、飛行機飛んでると、はい、お子さんなんかどうぞ、はい、コックピットどうぞご覧くださいなんて言われりまして、今は一切入れない。あ、もう全面禁止。はい、もう余計なことしますね、本当に。ここにお子様乗って記念写真撮った時に、あ、なるほど。お子様は皆さんこれで、ここでね、あの、うん、機長さんになれるということでね。ね、わー、これ500円安いな。安い、本当ですな。うん、記念撮影だけで価値ありますね。全然ありますよ。もう本当にね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、勉強になりました。ありがとう。ここからですか。はい、こちらから出てきて、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、これ、この高さかよ。この高さ。この高さが本当の高さですね。うわ、高いですよ。すげえな、ジャンボ。すごいね。2階の屋根の高さぐらいまでありますね。やっぱ座ってる位置が。まあ、そうですね。ここで、まあ、座って、先に座っていただいて、こちら、ここの方がないんですけど、ほぼ高さは同じです。いいですね。ぜひあのね、飛行機興味ない人でもね、来たらめっちゃテンション上がるよ。上がります、上がります。本当に。ね、ぜひ皆様。はい。いや、どうも本当ありがとうございました。ありがとうございました。大々的に宣伝させていただきます。はい。素晴らしいですよ。多分10人は余裕で来ると思う。来ますな。GT15。うん。お待ちでいらっしゃいますね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。次外の方やらさせていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、よかったでございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ次は実際動かしてみようかな。そうですね。楽しみですね。実際本物を。はい、多分かぶられて大丈夫。えヒューマンフォームじゃなくて、ヒューマンフォームじゃなくてもいいんじゃないですか。大丈夫ですか。お子様いらっしゃらない。まあでも一応念のため。そうですね。こちらの今画面出てますけども、いや、この場合はこれはこれですね、乗務員、パイロットの、ね、操縦訓練に使った装置で、でその装置は日本から取りました、ちょっと改造してですね、お客様が乗れるようにしてあります。で、この時間ですね、操縦席に座られる方は、一番最初に、申し込んでいただいた2名だけです。その以下の方は、整理番号がついているのは客席になりますので、よろしくお願いいたします。で、あと操縦席に座る方はですね、ちょっとシミュレーター装置使っているんですけども、基本的に自動で動きますので、よろしくお願いします。で、大型ボケでやったら操作やりますので、ね、よろしくお願いします。それでは順番で上がってもらいますので、グリーンストラップ外していただけますかね。はい、じゃあまず操縦士のストラップを持ちの方。はい、ちょっと外して。あれ、あ、これでしょうか。はい、操縦士の、はい、じゃあ一番前の左側の、左側から入ってください。左側から、はい、操縦士、はい、操縦士、はい、これですね、はい、はい、一番前の右側の席、右側から入ってください。はい、じゃあ3番目の方すぐ座席になりますので、はい、後ろの席、はい、はい、じゃあこれ満席になってますから、前の方から行って、じゃあ参りましょう。じゃあ4番の方、わお、本物や。おお、すごいだもんね。本物や。すごいですな。デブは座らないんだって。パイロットにデブなんかいないんだよ。すごい。なかなかの狭さでございますな。うわ、これすごいっすね。わお。あ、もう俺さっき。あ、はい、ここ行っちゃダメなんだ。
なるほど。ここに画面が出るわけでございますね。ああ、なるほど。これで練習されるんです。そうですね。あ、連動してるんですね。え、あ、本当だ。あ、ごめんなさい。で、片っぽが操縦して時は片っぽ。じゃあ僕はこれをやって、ケンちゃんは座っていただければいい。はい、わかりました。これで行くと。前行けるかい？うん、座ったら。あ、うん、どうですか。じゃあ僕は後ろ、はい、いますよ。はい、あ、これか。すごいですね、これ。こんだけのケーキですよ。座席こちらで動かしますか。ちょっと、はい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 、お願いします。はい、すごい、これ動かしてますね。はい、じゃあ、はい、あ、すごい。で、先ほど言ったようにですね、こう操縦桿の動きは不利になってます。はい、申し訳ありません。はい、映像に合わせて、わかりました。動かしてもらって、あと、大型模型でやったようにですね、スラストレバーとかフラップのレバーとか車輪の開け下げのレバー操作してもらいますんで。はい、わかりました。それでそれはキャプテンが、はい、いや、じゃあ副操縦さんがやりなさいよ。副操縦さんはこれとこれ、はい、キャプテンこっち。そうですね、はい、はい、さっき勉強したから僕たちは。はい、それでは、うん、そのままよ。先ほど下でお話したんですね、飛行機の信頼装置さんはパイロットの操縦訓練に使える装置になりますので、実際この前の部分だけです。こういうふうにお客様は乗りません。こうやってますね。で、各航空会社はですね、ボーイング787とか新しい飛行機を購入しましたら、こういう訓練のね、シミュレーター装置を購入したりしてるんですけども、先ほど言ったようにボーイング787という飛行機で、全日空日本航空持ってますので、羽田の訓練センターにね、シミュレーター装置を置いてあります。1台ですね、お値段が大体30億円ぐらいするそうです。非常に高いです。すごい。飛行機はだいたい200円ぐらいするんですけどね。その10分の1ぐらいに出たんですよ。はぁ、そう違います。まあ、これはもう 3,40 年前の装置ですから、もう当時によくともね、サウンドしてたと思うんですけども、そういう装置を使ってやったらと思います。で、操縦席ちょっと簡単に説明しますけど、旅客機の場合こう横にね、座席があるんですけども、後ろから見て左側が機長席です。キャプテンシートです。で、右側が操縦士ということでね、コーパイロットとコーパイとか、今ファウストオフィサーとかね、フォーとかって言ってますけどね、左機長、右副機長となります。ただし、同じ飛行機でもヘリコプターの場合は右側機長となりますので、ちょっと違ってきました、ね、沖縄とサーバルとかソースパイなんかも右側の機長となります。まあ、映画でね、ドラマとか見てもらって、旅客機出たらもうこちらに座ってした機長ということで、まあ、覚えておきます。で、今日の飛行コースはですね、正面と横の窓のに出てまいります。で、今日は成田空港を出発しまして、神奈川の上空を通ってですね、江ノ島を通って伊豆半島を越えまして、静岡空港に着陸いたします。了解しました。静岡空港に着陸しまして、また離陸した後ですね、伊豆の大島を通って、成田空港に着陸というようになります。で、その映像に合わせてシミュレーター装置ですが、ゆったりこう来たりですね、飛んでいるように動くというようになります。ただし、これあくまでも旅客のシミュレーター装置になりますので、よく乗った後ですね、物足りなかったって考えましたんですけど、これジェットコースターとかセットで違いますので、ゆったりとしか動きませんからね。お客様が酔うような動きはできませんので、それはそうですね。大問題ですからね。よろしくお願いします。それはそうです。まあ、30億円のセールもそんな感じで動くと思うので、体験してみてください。で、あと、今日の飛行時間ですね、だいたい1時間くらいかかる飛行コースなんですけども、だいたいそれを15分短縮してますので、だいぶ間をワープしてます。なるほど。なるほど。ちょっとよろしく。それではですね、ちょっと前のパイロットのちょっと自動で動くんですけど、ちょっとレバーとかやります。ちょっとレクチャーやりますので、その間、スパルクお手持ちのタブレットを待ちください。はい、で、はい、キャプテンはですね、はい、スラストレバーに行きます。はい、で、画面が出ましたらね、はい、滑走路までタクシングって移動しますんで、はい、これを 2,3 センチをグーッと上げて、これぐらいですね、はいはい、ちょっとエンジンを上がってくるんですけど、はい、で、地上移動するときはですね、このハンドルではなくてこの左側のハンドル、はい、これをこう右左にスタイリングします。そうすると前輪がこう右左に動きますので、これを使うんですか。それを使うんです。車みたいにやってます。それちょっとそれフリーですからね、はい、で、それで滑走路に入りましたら、もう操縦桿を握ってみるんですね、はい、これいっぱいグーッと音する音する。で、こちら握ってもらってですね、はいはい、で、速度計の針がこう動いてきます、はい、で、これがですね、140ノットになったら V1 ローテーションということで操縦桿を引いてもらって上がっていくと思います、はいはいはい、で、上がっていってですね、画面が水平行になったらパワー半分に絞ってもらいます、はいはい、半分に絞ってもらいます。はい、これが絞る、
でこれで巡航速度で飛ぶと、はい、であとはもうずっと飛んでいきますので、はい、今度静岡空港着陸となりました。これをですねまた半分に絞っていきます、はい、スピードだんだん遅く、でこのまま握ってですね、タッチダウンする前まで、これでこのパワーで行ってですね、はい、タッチダウンちょっと前になったらパッとプッと落とします。それで、エンジンの逆にしちゃってもらいます、はい、これはねちょっと硬いんですよ、上に上げてもらいます、効果、はい、でこれでちょっとパワーが上がってもらいます、はい、で、戻してもらいますね。また地上走行しますので、これでまたあの半分でやってもらいます、なるほどね、はい、でこれも繰り返しでやります、まあ、あの私指示します、はい、で次、クソリさんですね、まず車輪投げさん、これをよろしくお願いしますよ。ブザーになりますけど、シーシャーで上げてください、はい、で、また車輪を押すときに引っ張ってで、今ブザーになったのはですね、はい、これ地上にいますので、地上にいるときはこの操作やっちゃいけませんよ。あ、まあ、なるほど、警報操作ですね、あの中に。で、このグリーンライトがついてるのが降りてるという証拠です、はい、あの上に上がると消えますので、はい、で、着陸のときはこのライトがついてるのが確認します。で、これがついてなかったら出てないという証拠です。はい、はい、で、次にフラップの操作、はい、これあの持ち上げたと思うんですけども、違うんです。これ下の方が持ち上げる、これメーカーが違いますので、やり方が違いますので、ね、で、数字はここあたりですので、はい、どこに合わせるかというとレバーの前のところです、はい、で、離陸は15度、着陸は35度のポジションになります、はい、で、ちょっと持ち上げてですね、数字が近くになったら下のレバー下げてカチッと、まあ、これ今10度です。もう一つ下です。ここでカチッと、はい、そうするとこのフラップポジションメーターって今動いてですね、だいたい15のところに来てます。次、着陸35度です、もう一つ下です。こちらを見ないで、こちらを見て確保してください。はい、で、ちゃんと30、35にしてください。じゃあもう失敗します。15にセットしてください、はい、ですね、はい、OK です。はい、それでは出発しました。お待たせしました。お待たせいたしました、皆様。これより静岡にキャプテンやる選手ですよ。いや、もう、はい、じゃあ右で右で、はい、では成田空港を出発します。これまだこっち、はい、ちょっとパー、はい、正面の奥に見えてます建物が成田空港の第一ターミナルになります。この後ですね、U 道路を通って成田空港の A 滑走路、4000メートルの滑走路まで移動いたします。で、この A 滑走路、4000メートルの滑走路は博物館の5階の展望室からご覧になれる滑走路になります。はい、1番お、変わった。はい、じゃあ、パーこれはこういう方でやるんですか。そうですね、はい、こういう感じで。そうですね、これまた同じ、こういう感じでやるんですか。まあ、そんなぐるぐる回さないですけど、あ、こういう感じですね。この成田空港はですね、滑走路が2本ありまして、 A 滑走路 4000m の滑走路と B 滑走路 2500m の滑走路、平行滑走路2本で運用されています。で、そのうちの A 滑走路 4000m の滑走路から一旦、離陸を開始するということになります。はい、ちょっと一気に滑走路入っちゃいますので、はい、はい、じゃあパワー上げてください、はい、じゃあ操縦ができますね、はい、速度計の針が立っておりますので、140になったら操縦が手前に引っ張ります、はい、140になりました、はい、操縦が、はい、操縦ができます、はい、こんな簡単に上がるんだ。はい、車輪上げます、こちら、はい、はい、ギア上げます。じゃあ、まあ半分まで後ろに行きますか、はい、じゃあフラップを前に落としてください。下のレバーを上げてください、はい、はい、成田空港を出発しまして、これからですね、一気に神奈川県の逗子の上空の方に移動いたします。
はい、正面見えてます海が相模湾ということになります。この正面のね、海右側に旋回いたしまして江ノ島の方に向かいます。その右下に見えてますのが江ノ島になります。こちらに飛んでる様子が映っております。はい、正面ね、右手に富士山見えておりますけど、この富士山から左手ずっと山並みが通じておりますけども、こちらが伊豆半島の方になりますね。で、この後伊豆半島を一気に越えてですね、相模湾から水の湾の方に出します。お客さん、結婚されてるんですか。はい、画面変わりまして、駿河湾の方になります。左手奥のちょっとヘアアップがですね、静岡市の方になります。だいぶアップしてきましたが。静岡駅ではなくてですね、すっとその先に右側に高い建物がいっぱいこうあるところなんですが、そこの左側が静岡駅になります。はい、ちょっと右側にね、ホームのプラットフォームで屋根がちょっと出てます。こちらが静岡駅になります。でこの山の2つくらい先のところにですね、静岡静岡空港チャレンジという状態になります。はい、じゃあ行ってみますか。はい、じゃあパー半分チップ。はい、じゃあフラップ35です。はい、ギアダウンです。ギアダウン、ギアダウン。はい、はい、右旋回しまして正面にですね、滑走路が見えてまいります。山の上をね、削ってできたような状況になりますけどもね。はい、正面の滑走路、2500m になって滑走路が1本です。これに誘導路とターミナルということになります。着陸態勢入りました。はい、君は早く機長になるべきだな。着陸いたしますね。はい、それでは、はい、これで逆噴射ですね。はい、じゃあまたタクシーにします。じゃあフラップをですね、15度に設定してもらいます。はい、静岡空港着陸いたしました。正面ちょっと奥にですね、黄緑色の機体の飛行機止まってますけども、富士ドリームエアライナーという会社ですね。この静岡空港を起点とする航空会社になります。でこの静岡空港はですね、この富士ドリームエアライナーと全日空が入ってます。それで大阪とかですね、飛んでますけども、あと国際線も一部入ってましたね。韓国の方とか中国の上海の方とかも飛んでおります。でこれは静岡空港、静岡県の島田市と牧之原市のちょうど境目ぐらいのところにありまして、この空港滑走路の下をですね、東海道新幹線のトンネルで、通過しております。はい、この
後また静岡空港ですね、離陸する形になります。ではこれから静岡空港を出発、大島を周遊通過し成田空港へと向かいます。これぐらいなんだろうな、多分。こっちでかけて。君はよく知ってるね。あの車輪はね、動力ついてますんで、これで出力でやっていくしかないです、ね。なるほど。正面の映像ですね、地面が白いところが色が見えてきましたけども、だんだん近づきますとね、ちょうど道路標識の横断歩道みたいなマークになっております。でこの横断歩道みたいなマークはですね、滑走路の端っこを表すマークになりまして、この左側がもう滑走路がないという、右側が滑走路ということになっています。あの成田空港着陸の時もこういうマークが出てきますのでね、ちょっと見ておいてください。はい、ここ右に曲がりますと滑走路の中とこういうことになります。はい、一旦、正面、センターレーンが見ましたら、はあ、一旦落として停止しております、はい、はい、滑走路入りましたけど一旦離陸をやめます。ちょっと正面奥右側にですね、着陸しますと全日空機はまだ滑走路からあまり離れておりませんので、ちょっと離陸待ちということになります。はい、それでは、はい、はい、離陸開始します。一番前にいますか。速度計の針が上がってきますので、140だったら速度計が上がってきます。はい、車両に上げます。はい、ギア、ギア、ある程度上がりました。戻します、はいはい、これずっと引っ張ってると宙返りみたいな感じですよね。車の切り返しと同じように。あ、分かりました。はい、じゃあパワー半分絞っておいてもらって、フラップ前に戻してもらいますか。はい、静岡空港を離陸いたしました。はい、これからですね、一気に伊豆の大島の方まで向かいます。あ、ここ入ります。お願いします。バッコー、おお、よくわかった。バッコー、ここに大島空港です。はい、正面大島の左手、ちょっと左画面ね、ちょっとあの茶色っぽい白のところが見えてます。こちらが大島空港になります。現在この大島空港ですね、昨年の10月で全日空機が運休になりまして、現在はこの大島空港が東京の調布飛行場から出てます新中央航空っていう会社のですね、飛行機しか乗り入れておりません。成田空港に着陸という状況になります。
はい、正面、ね、はい、じゃあパワー半分絞ってください。はい、今度は逃げといてください。はい、じゃあフラップ30秒。はい、終わりました。車両を押します。フラップ30秒。はい、ギアダウン。ダウン。はい、正面、カーソル見えておりますけど、先ほどリリースいたしました A カーソル4連続滑走です。この滑走の右側にですね、この当博物館があるということになりますね。で、この着陸見てもらいますと、非常にゆっくり降りているんですけど、だいたい時速200キロから300キロのスピードで降りてきます。で、今日はですね、着陸は南側から北側に向かって降りてまいります。飛行機の離着陸は風に向かって着陸、風に向かって離陸となります。そのためですね、今日は南側から北側に向かってますので、向こう側から北寄りの風が吹いているということになります。風向きが変わりますと管制官向きを変えてしまいますので、また時間がある方は五感に上がってどちらから離陸着陸してるかね、見てみてください。朝のうちはこちらから降りてたんですけど、風向きが変わりますと向こう側からになります。アプローチングミニマム。はい、滑走の中見ていただくと、先ほどお話ししました横断歩道みたいなマークが見えてきます。はい、その先に白い四角いマークが2つ右左にあるんですけど、ここがこのマークが着陸地点を表すマークで、パイロットはこのマークのそばにですね、着陸するように操縦していくことになります。はい、じゃあ前に行きましょう。はい、じゃあ前に行きましょう。はい、じゃあ前に、はい、じゃあ前に行きましょう。またタクシーにしますので、はい、じゃあフラップお願いします。はい、着陸いたしましたけど、正面奥に見えてますのは日本航空の格納庫になります。で、今日この飛行機が止まる場所はですね、 A 滑走路の南側にあります整備地区の方に止まります。はい、この整備地区正面ご覧になるようにですね、飛行機がいっぱい駐機しておりますけどもね、もう今日フライトのスケジュールがない飛行機だとかですね、今日の夜出発するような飛行機はですね、ターミナルには置けませんので、こういう整備地区にね駐機しているということになります。はい、正面、大きい建物は NCA と呼ばれる日本カーゴエアラインという会社ですね、貨物専用のジャンボ機の運行している会社の格納庫の前に建てしています。はい、じゃあパンとしてみます。はい、成田空港戻ってまいりました。はい、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは降りていただきますので、よく座席に決めていただきます。帰りいっぱいやってくださいお疲れ様でした。そうだな。はい、ここで練習しておくと同じ。一袋すごいですよ。なかなか見れないですよ。こういうパッね、今日はいっぱいやっていこうよ。行きますか。ありがとうございました。ダンスあります。気をつけてこれは皆さん早く来て1番2番を取るべきですね。これはもう間違いないですな。次の回に回しても1番2番を、はい、そうですね。あれなんですが、お疲れお疲れ。もう俺らは悪いけど運転できる。できます飛べるね。もうこのコンビだったら合図でもう分かりますもんね。キャ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 、はいはい、チャチャっといけます。いけます。素晴らしい。まあ、ぜひこのね、2人をね、パイロットにね任せておいてください。気をしてほしい。ワープ候補まで大変でしょ。だから、なんか来週はあれでしょ、うん、まあもっとすごい。もっとすごい。今、さっきのは、はい、こうやったって行かないですよ。なるほど。あれもう途中から自動なんですか。自動なるほど、なるほど、なるほど。自動なんですけど、まあこの感覚がね、はい、あれなんですけど、はい、今度はその感覚を、はい、ちゃんとね、体験できる。なるほど、なるほど。本当にそうやるとも上がる。はい。飛ぶ。はい。そうですね。一回転しますよって言われたら一回転しちゃうんですよ、そのミスしたら。なるほど、なるほど。そのシミュレートを、はい。はい、できる。来週。こう期待。こうご期待でございますよ。じゃあ次は来週です、はい、ここから先は夜です。始まりました。夜になりました。はい、まあもうガチゴジがもう絶不調ですね。そうですね。もう絶不調とかいうあれではないね。もう
対ないってことはないですけど初日の日中だけでしたね、朝食。だからもう車中泊もね、はい、でもエンジンかけて寝れないんですよ。あ、でも冬は地獄ですな。あのゴン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 ってなるじゃない、はい、寝れないんだよいつ爆発するかもなんて寒いんだよ寒いよね、冬だもん。そりゃそうですな絶好調の冬だそしてまたあれですね、暖冬とはいえね、やっぱりこの時期になりますと、寒いですな、やっぱりな。寒いですな、寒いよ。非常にご機嫌斜め。で、もうちょっとさ、車中泊でほとんど眠れない状況だから、はい、ちょっとデータをね、やる作業を急遽、はいはい、夜にして、はい、ちょっと仮眠させてくれって言って、はいはいはい、快活で吉が作業してる間、はい、ちょっと仮眠ちょっとさせてくれって、はい、しましたよ、うん、で入りましたよ、はい、うん、なんかおかしいんですよ、はい、フラットシートみたいな。そういえば監督殿移動してましたよね、うん、これおかしいな、なんだこの違和感は、うん、って言ったらさ、はい、下になんかコーヒーのザラメはいはいはい、コーヒーに入れるようなあれが大量に下にばらまかれてるんですよすぐ気づかんかったんですか。気づかん気づかん。マジですか。おう、なんかおかしいなぁ、ザラザラ、あれなんだこれって言って、はい、ほんで見たらもう一面砂糖がぶわー散らばってて、はい、それはいかんですな。おう、でも最初はもうこう避けて、はい、もうそれぐらいもうすぐにもうなんだっていうのも嫌で、はい、もうこうガーッと足で避けて寝てたんだけど、はい、なんかそのちょっと寝返り打ったら足伸ばしたらそのザラっていうのが来るからはい、はい、もう我慢ならん、はい、本当俺寝ながら思ってたんですよ、はい、これゴネでどうやってタダにしてやろうかなって、うん、っていう風にね思ってたんですけど、はい、なるほどなるほど。多分なんかホットコーヒーか飲むのに砂糖ばらまいたんでしょうな。あのね、あそこのさっきのね、快活はなんか変だよ。あと妙に暑かったですな。妙に暑いし、なんかもう本当に品がない快活クラブでした、ね、データも全然遅れなかったですね。なんで遅くて、重くて。ハイスペックでも、いや、ハイスペックはで、そう、ハイスペックありますかって聞いて、ないっすねっつって。ないって埋まってますねっつって。あ、そうですか。いや、ほんとに時間かかってんなと思ってたの。そうですな。うん、まあ、落ちるのにね、パソコンに取り込むのにまあ、時間かかるのはまあ、しょうがないかなと思ったの、うん、そっから、だいたい上げたら、だいたいどこもギガ回線なんで、上げるときはサクッといくんですよ、毎回、うん、それが全然いかなかったね。なるほどね。ほんでハイスペックで何やってんのかなと思ったら、ゲームやっとんすよ。もうずっとクリックルクシ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 クやることないからさ、田舎だから快活クラブしかないんだそれならまだビリヤードなの、ダーツなの、やりゃいいの。まあ、ビリヤードはビリヤードなの、ドッキュンが占領しましたからね。おう、うわーとかね、イエーイみたいなね。もう明らかに昔ながらのヤンキーみたいな、トサカみたいな。おう、懐かしいなこの頃はみたいないましたな。懐かしいな。逆になんかそういう頃を見ると最近ほっこりする。ほっこりしますね。頑張っとった。
バイクもそういうのが大量に止まってるしさ。そうですね。で一番面白かったのがさ、あの、はい、駐車場ですよ、はい、もう軽自動車のところにその縦に止めないで横に止めてましたからね。そうですね。もう民度が我が、あの疑うわみたいな駐車場パンパンでしたな。まあでも平和ですよ、うん、でもコーヒーの砂糖をこぼしたら拾いましょうそうですね。用したらほっとくのはやめましょう。次の人が迷惑です。そうなんですね。というよりもお店の人片付けましょう。気づかなかったんですよ。大体普通ね出たら、いやあのね多分なんだけど、はい、そんな想像つかないようなぐらいこぼれてた。マジですか。じゃあもうザラーっといったんですよ、ね、あれもうワンスティックじゃないですよ、ツースティックぐらいだからもうどう考えたって悪意を感じるっていう。わざと。悪意がありましたね。だから例えば使用した後って掃除とか来ないんですかね。やってますよ、ね、やってますよね。まあでもね、まあ、こんだけね全国に展開されてるあれですから、うん、はい、ミシュランもありますよ、うん、歩いてね。もうあれだもんね、バックだけの問題じゃなくなってるもんね。そうですね。全身、うん、ちょっとなんないです。一番走ってる、あのホッとするのが高速道路。そうそう止まんなくていいから。止まんなくていいから。信号のためにこうなりますからね。さて、今日の場所は。はい。場所までございますね。またよう分からんとこなんですか。なんですか。洞窟トンネル。洞窟トンネル。洞窟どっち。洞窟トンネル。ちょっと山の中にあるんですか。ですね。洞窟トンネル。でその中に奥の方まで行ったところ。体育座りしてる人がいるらしいんですよ。お謙虚ですな。まあ、謙虚。おうでも洞窟みたいなトンネルの中ずっと行ってたらあれですよ、奥の方に体育座りしてる結構怖いなと。ほうほう、そういうところにちょっと行ってみようかなと思ってます。なるほどね。なるほどなるほど。これどっち行ったらいいんだろう。こっちだよね。こっちだと東京成田だ。うん。そう。本当に。行っちゃった。大丈夫じゃないですか。洞窟とトンネルが合体してる。洞窟トンネル。なるほど。トン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 ト頑張ります。まあでもかなりなんかあの景観見た感じだとえげつない感じ。なるほどね。写真では、写真では頑張りましょう。なるほどな。まあ、例えばね、はい、富山とかはもう絶賛じゃないですか、はい、これ間違えてるよ。繋がってるからな。いや、合ってると思うけどな。これ、まあいいや、はい、うん、まあいいや、はい、あのね、微妙なラインなんですよ、はいはい、
富山って本当にもうみんないい人で、あれ、ね、不愉快な思いもしない、うん、ね、あれなんだけどあるよね、はい、なんか微妙なラインなのよ。いい思いしてるわけじゃないんだけど、はい、イラッともしてないのよ。なるほど。でもたまにブチ切れちゃいそうなイラっていうのも、はいはい、一歩手前ぐらいまでは起きるんだよ。なるほど。じゃあなんかこうマックスラインを超えはしないんですね。マックスラインはまあね、まあこれぐらいは我慢すっかみたいな。なるほどなるほど。一番中途半端です、ね、そうだからストレス溜まってんのちょっと。なるほどなるほど。だったらもう爆発させてくれよっていうのがあるんだけど、はい、いやでもああみたいな。さすがヌーディーランドに東京をつける人たちみたいな。なるほどね。そういう感じがします、うん、こうなんだよふざけんなよって思うんだけど考えてみればあそれって優しさかとかね。あそう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 、ね、そういうことがそういうのはあるよね。なんか卑怯ですよね。でもそれどっちかって言って優しさなんじゃないですか。優しさよ。どっちかって言うとね。なるほど。そういうふうに取りますか。そう取らないと納得できませんよね。あまりやった。それそう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 に考えると。どっかで折り合わないとね。俺たちそう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 。山とかああいうイメージがあるんですよ。山の中にあるんですよ。なんか見た感じが本当トンネルっぽくない感じなんですよ。本当洞窟みたいな感じなんですよ。洞窟、鍾乳洞とかあるじゃないですか。うん、どうですね、その八つ墓村なんでそこまでなると。そうですね。なんか真っ白い顔した女が俺を追いかけてくるんじゃねえだろう。怖い。泣きながらばあさん、ばあさんえばあさんでしたっけ。ばあさんじゃなくてあの小川真由美さんなんでさ真っ白メイクなんだろう。我が家の八つ墓村で怖いシーンはやっぱじいちゃんが毒で血吐くじゃないですか。冒頭じゃないですか。あれが一番衝撃的だったんですよ。なぜか加藤義さんが、はい、あれ衝撃的でしたね。まああとその前だ、あの落ち武者の首が並んでるじゃないですか、はい、で、まあ、一番最後の首がカッと目を開く、はい、あの落ち武者殺されてる中の一人に田中邦衛さんがいますからね。あ、それ聞いたことあります。あれだけだったんですか。何が。あの田中邦衛さんあれだけのために。そうだよ、あれだけ、うん、落ち武者やもんね。はあ、すごいキャスト。まあその頃の田中邦衛さんはまだ、ああそうかそうか、青大将ですから。なるほどなるほど。青大将が終わった後ぐらいですから。なるほど。でも青大将です。青大将なんとかまで。お母さんお前あれはぶつろっとさみたいなね。いや監督はなんかこう似てるのか似てないのかで特徴がうまいですよね。なんかね、いやよくよく考えたら、失礼なこと言ってませんか今。よくよく考えたら、うん、あんま似てないんですよ。あだけど特徴はすごい。でちょっと北の国からの北の国俺見てないんですよ。中おたろうって言ってみてくださいよ。だって知らないから得だから分かんないですよ。あ、なるほど。じゃあ知ってる田中健さんです。多分伊沢さん長寿。伊沢さん長寿の。いいですよ。先生さ、先生そりゃいいよ。先生最高だよ。似てますね。それはねやっぱ近いじゃないですか。
中谷長寿の玉掛けに言えば高川監督やらせるいやいやそうじゃお前ら俺似てないって言ったじゃねえかショックだよ俺はでも特徴は本当ね誰よりも捉えてるいやだからどういうことなんですかそれはまあだからそれはもう捉えてるってことは似てるってことなんですよああなるほどねで声だけ聞いちゃうとっていうことですそうそう声質とかもやっぱありますからだから声質的にこれ絶対無理でしょっていうのをやってくるんですよ、うん、で監督殿の声は結構言うても高い方ですからねえ俺高いの高い方ですよえ俺低いと思ってたんだけどいやキーは高いですよあ、そうなの、うん、だって、あ、そうなのって言ったら結構高いですよあ、そうですかそうですよそうなのだって逆にだから低い方を出すのが辛いでしょいや、わからないほらもう、こうね、あの首をこう下向けてわからないっていう感じしないと低音出ないでしょあ、そうだな、ね、うんだから、中音域のちょっと上なんですよあ、中性的な声をされてる私そうです、そうですああ、そうかうん、そうなんですよで、中音は中音だと思う監督の、そんで、さらにそのハスキーが入っているんでだから、すごい高いようには聞こえないけど実際聞いてみると結構高い声を出してるうざキンキン声じゃないですかキンキン声ではないですよキンキン声はハスキーがちゃんとそこは抑えているんでなるほど、うん、そうなんだよそうですようわからんですないいことですよあ、そうなの男の声ですよあ、男の声なんじゃない監督殿はすごいいい声ですからねじゃあ、いい声とか悪い声って悪い声の人なんている世の中にいますいるのえ、男でですかえ悪い声っていうか悪い声の人なんて世の中にいるいますいますわが輩が教えてたね生徒に、まあ、いたりするんですよそれで声優じゃねえ俳優を目指すバカ野郎がいたんですけどね昔に出るわけねえだろっていうね悪い声ってどんな声なのなんていうんですかねあやれでみたいななんかもう喋ってたらお前普通に喋ってるんですけど、全然喉も痛くないし、風邪をひいてるわけでもないんですけども、いや、お前あんま喋んない方がいいよってやついるんですよ。いるんだ。お前具合悪いんだろって。そう。います、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 います。そうなんですか。そうなんですよ。世の中には声のいい人しかいないと思ってますよ。いや、結構それで悩んでる人たくさんいますよ。あ、そうですか。そうです。ひどいこと言う人いますね。だいたいやっぱり行くときは終電逃して行ったりとかするときあるけど、でも僕元気なんで結構歌うじゃないですか。したらやっぱりね、高いキーのばっかり歌うんで、ちょっと休みというかちょっとお前休んでくれよ。それミュージシャンとして致命的じゃないですか。ねえ、よしさ。まあね、深夜つか明け方までかけてね、ラウドレスとか持ってる僕も。いやいや、別にラウドネスは何回聞いてても朝から聞いたって平気ですよなるほど、ね、悩みは僕なんてのはもう女の人が俺の声を聞くだけでもうジュンってジュンじゃないもんね、行くもんねでも、だからあれじゃないですかだからファンが多いじゃないですかその、ね、何が監督のね、セクシーボイスでパンティーを脱ぐわけですよ30代後半から40代にはモテますねいいじゃないですかいや、一番いいと思いますよ何がいいんですかえ、なんでですかやっぱり20代のね、はい、もうピチピチのねちゃんともうシャワーなんか浴びたら水を弾くがごとくのねブラッチっていうのにモテたいですよそうですかそらそうさだそうですよ
でも声フェチっているんですか。いますだからその声優ファンだって、はいはいはい、やっぱ声から入るじゃん。あら声フェチなんですか。やっぱ神谷くんくらいならないとダメですかね。はーちこにーなんなの言ってればいいんですかね。違うよそれ絶対違うしあのリズムで喋ればいいのかな。でも監督殿の作品で監督殿がナレーションもやってる多いじゃないですか、あれすごいいい声ですよ。あの僕普通の企業のナレーションもやってますからね、いい声ですよやっぱり。でもやっぱりねプロの人には勝てないですよ。じゃないですか。何がですか。監督もプロじゃない。いやーやっぱりね、あ、その専門のってことですか。専門のね、はいはいはい、声の人のプロには勝てないですよ、バランスとかするよ。ブレスがやっぱり違いますね。あとあれですか、あと入る時とかもあるじゃないですか。入るそのタイミングっていうのもうまいですよね、いやだから頭と語尾ね、もうまいしブレスがうまいよな、やっぱり。でも監督殿もうまいですよ。何が？あのナレーションとか聞いててうまいなと思いますよ、やっぱり。あ、まあそれは演出しなきゃいけないから、その、じゃあお前やってみろよって言ったら、おーやったらって言わない、言えるようにならないと。そうですね。あの、ある程度は。で、またすごいのが、あの、最初聞いてても監督って分かんないんですよ。ほう。で、あれ？これ監督じゃんってなるんですよ。すごいことですからね。ああ。だから監督も出演してるわけじゃないですか。で、出演してる人が喋ってるようには見えないんですよ。聞こえないんですよ。はいはいはい。それってすごいことですよ。そうなんですか。で、よく聞くと、あ、監督だこれ、つって。声優やればよかったんですね。いや、できると思いますよ。ジブリあたり、あの、俺有名だったらジブリあたりに、あの、宮崎あたりにブッキングされるんじゃないですか。いいんじゃないですかね。お父さん役で。いいじゃないですか、うん、あ、できると思いますよ。だってあれですよ。お父さん役。いや、マジで。安野さんが主役張れる世の中ですよ。あ、なるほどね。違うんですよ。宮崎は、あ、俺をブッキングしないと思いますよ。何ですか。器用で声がいいから。おぉ。そういうやつはダメなんですよ。ああ、なるほどね。自分がいつでも優位に立てるようなやつしかブッキングしないんですよ、やつは。なるほど。あー、チクジーいいじゃねえ。じゃあ頑張ろうかな。もうあとそう。頑張るぞ。はい、わかりました。頑張ります。ではここから先は有料でございます。後半もお待ちしてます。おーわ、これ手掘り？びっくりしました。で、問題の洞窟は右手でございます。これおい、なんだよこれ。空気が変わりましたね。一気に電池がなった。迷った。僕ら同じです。ここは素晴らしいとこだ。